労働者のいない船。葉山義樹。こういう船だった。北海道から横浜へ向かって航行するときは、金華山の灯台は、どうしたって右舷に見なければならない。第三金と決まる、強そうな名前だ。は、30分前に、金華山の灯台を右に見て通った。海は中どころだった。泣いてると言うんでもないし、しけてるわけでもなかった。30分後に第三金と決まるのクォーターマスターは、左に灯台を見た。コムパスは、サウスウェストを指していた。ところが、そんなところに、島はないはずであった。クォーターマスターは、メイツに、どうもおかしい、胸を告げた。メイツは、ブリッジで、洋風に吹かれながら、ソファーに眠っていたが、起き上がってきて、どうしたんだ、左舷に灯台が見えますが、また、1時間損をしたな、と、メイツは答えて、コムパスを力いっぱい、蹴飛ばした。コンパスは、ぐるっと回って、ノースイーストを指した。第三金と決まるは、こうして時々、千本桜の群内のように、行きつ戻りつ、するのであった。コムパスが傷んでいたんだ。また、彼女が、ドックに入ることがある。セイラーは、カンカン、ハマーで、彼女の赤にまみれた胴の掃除をする。あんまり強く、あんまをすると、彼女の胴体には穴が開くのであった。それほど、彼女の皮膚は腐っていたのだ。だが、世界中の、正義なる国家、が連名して、ただ一つの、不正なる軍国主義的国家、を、やっつけている、船舶公共時代であったから、彼女は立ち上がったのだった。彼女は、資本主義のアルコールで元気をつけて歩き出した。こんな風だったから、瀬戸内海などを航行するとき、後ろから追い抜こうとする旅客船や、前方から来たる汽船や、帆船など、第三金と決まるを見ると、疫病神にでも出会ったように、震え上ってしまった。彼女は全く酔っ払いだった。彼女の、コムパスは水眼朦朧たるものであり、彼女の足は動繰り返しよろ繰り返しとして、天下の大道を横行かっ歩したのだ。シラフの者は、質の悪い酔っ払いには相手になっていられない。皆がのけて通るのであった。彼女は、瀬戸内海を傍若無人に通り抜けた。もっとも、クォーターマスターたちは、神経衰弱になるほど骨を折った。ギアー、カジキ、おまわしてから30分もして方向が効いてくるというのだから、瀬戸中でぶつからなかったのは、奇跡だと言ってもよかった。彼女は三池港で、戦争いっぱいに石炭を積んだ。行く先はマニラだった。船長、機関長、をはじめとして、ボースン、ナンバン、から、ドバス、コロッパス、に至るまで、彼女はその最後の活動を試みるためには、外の船と同様にそれなどの役者を、必要とするのであった。金持ちのインランナバーさんが、特に優れて競争な若い男を必要とするように、第三金と決まるも、特に優れて強い、労働者を必要とした。そして、そのどちらも、それを得ることが働きた。だが、第三金と決まるなり、またはインランババアとしては、それは必要かくべからざることでは、あっただろうが、何だってそれに雇われねばならないんだろう。いくら資本主義の統治下にあって、カツオ節のような役目を務める、プロレタリアであったにしても、
食料を選択する権利だけ家は与えられているじゃないか。待ってくれ、お前は、それやうわつら残った、そんなもんじゃないや、坊ちゃんやつ、と言おうとしている。わかった。食料を選択している間に、機械、は去ってしまうんだ。選択、してるうちに、外の仲間が、それにありつくんだ。そして選択してるうちには自分で自分の胃の腑を選択してしまうことになるんだ。お前の言う通りだ。私があらかじめ読者諸氏に、断っておく必要があるというのは、これから、第三金と決まるの、乗組員たちが、たとえどんな風になっていくにしても、第一、そんな船に乗りさえしなければよかったんじゃないか。お天道様と、米の飯はどこにでもついて、回るじゃないか、と言われるのが、壊しいためなんだ。船の高さよりも、水の深さの方が、深い場合には、船のどこかに穴さえ開けば、いつでも沈むことが働きる。軍艦の場合などでは、それをどうして沈めるか、どうして穴を開けるかを、絶えず研究していることは、誰だって知ってることだ。軍艦とは浮かぶために作られたのか、沈むために作られたのか、兵隊というものは、殺すためにあるものか、殺されるためにあるものか、それは、一つの国家と、その向こう側の国家とで勝手に決める問題だ。これは、ブルジュアジーと、プロレタリアートとの間にも通じる。プロレタリアは、カツオ節、だ。とブルジュアジーは考えている。プロレタリアは、俺たちは人間、だ。カツオ節、じゃない。削って、出汁にして、食われてなくなってしまわねばならない、なんて法はない、と考える。国家と国家と戦争して勝負をつけるように、プロレタリアートとブルジュアジーも、戦って肩をつける。その暁に、どちらが正しいかがわかるんだ。だが、第三金と決まるは、3030トンのドーナカイ石炭をいっぱい詰め込んだ。枯れ目泡まみらについた、室の中のハエのように、船舶労働者は駆けずり巡って、荷役をした。彼女は、マニラの生産品を積んで、三池へ向かって、寄港の途に着いた。水夫の一人が、出版すると間もなく、ひどく苦しみ始めた。赤熱しないばかりに焼けた、鉄デッキと、すぐ側で溶鉱炉の蓋でも開けられたような、太陽の直射とに、また当てられた、んだろうと、仲間の者は思った。水夫たちは、デッキのカンカンをやっていたのだった。ちょうど、デッキと同じ大きさの、熱した鉄瓶の尻と、空気ほどの広さの、赤熱した鉄板と、その間の、そうでもない。何の答えない、ストーブの中のカステラみたいな、熱さには、料理すだって持たないんだ。で、水夫たちは、珍らしくもなく、彼を水夫室に担ぎ込んだ。そして造作もなく、彼の、南京虫だらけの末放り込んだ。いちいちそんなことにかまっちゃいられないんだ。それに、病人は、水の中からつまみ出されたゴムまりのように、口と尻とから、おびただしく、出した。それは、デッキへ漏れると、すぐにカラカラに、出来の悪い浅草のりのようにこびりついてしまった。ジェ、電気ブランでも飲んできやがったんだぜ。間抜けやつ、当たり前よ。当たり前で飲んでて酔えるわけはねえや。強いやつを腹ん中へ入れといて、上下から炙やこそ、あのぐらいに酔っ払えるんじゃねえか。うまくやってやがらー、やつは、
明日は俺たちより10倍も元気にならー。なんでも構わねえ。たった1日俺もぐっすり眠りてーや。彼らは足田を吐いて、木片に腰を下ろして、水の流れる手ぬぐいを頭に乗せて、その上に帽子をかぶって、そして、うちは太鼓と同じ調子を取りながら、第三金と決まるの熱い、腐った、面の皮をひんむいた。サビの取れた後は、一人のスイフが、コールターと、セメントの混ぜ合わせたのを塗って歩いた。だが、何のために、デッキに手入れをするか、デッキに手入れをするか、よりも、第三金と決まるに最も大切なことは、そのサイドを修理することではなかったか。怒りを巻き上げるとき、彼女の梅毒にかかった鼻は、いつでも穴が開くではないか。その穴には、亜鉛か軟膏に似たセメントがはめられる。だが、未だ重要なることはなかったか。それは、飲料水タンクを修理することだ。もし、彼女が、長い航海をしようとでも考えるなら、しまいには、船員たちは塩水を飲まなければならない。なぜかって、タンクと海水との間の、彼女のボットムは、動脈硬化症にかかった患者のように、海水が飲料水の部分に浸透してくるからだった。だから長い間には、タンクの水はさも減らない代わりに、塩水を飲まねばならなくなるんだ。セイラーが、乗船するときには、厳密な体格検査がある。が、船が出帆するときには、何にもない。船のために、またはメイツの使い方のために、労働者たちが、病気になっても、その責任は船にはない。それは全部、そんな体を持ち合わせた労働者が、だらしがないからだ。労働者たちは、その船を動かす蒸気のようなものだ。片っ端から使い、捨て、られる。暗い、熱い、行き詰まる、匂い、ムズムズする、悪ガスと、バイ菌に満ちた、スイフ室だった。病人は、彼のベッドから転げ落ちた。彼は、酔っ払って、いた。彼の腹の中では、100% のアルコールよりも、効き目、のある、コレラ菌が暴れ回っていた。全速力の汽車が向こう向いて走り去るように、彼はずんずん細くなった。ベッドから、食器棚から、デコボコした床から、そこら中を、のたうち回った。その後には、カタツムリが這い回った後のように、彼の内臓から吐き出された、糊のような汚物が振りまかれた。彼は、自分から動く皮膚気だるまのように、のたうち回った挙句、選手の三角形をした、そう声降りる格子床、グレイチン、の上へ行き着いた。そして静かになった。暗くて、暑くて、不潔な、スイフ室は、彼が、静か、になったにもかかわらず、何かが、目に見えない何かが、めちゃくちゃに暴れまくっていた。第三金と決まるは、貪欲なゴケの金貸しババアが不当に儲けたように、しこたま儲けて、その歩みを続けた。海は、ドロドロした青い油のようだった。風は、地獄からも吹いてこなかった。デッキでは、セイラーたちが、エンジンでは、ファイヤーマンたちが、それぞれ拷問にかかっていた。スイフ室の病人は、時々目を開いた。彼の目は、まるで外を見ることが働きなくなっていた。彼は、つむっても、開けても、その目で、ただれた臓腑を見た。いわば、彼の神経は彼の体の外側へ飛び出して、
彼の目を通して、彼の体の中を覗いているのだった。彼は耐えられなかった。苦しみ、というようなものではなかった。魂、が飛び出そうとしているんだ。子供と一緒に自分の命を捨てる、難産のような苦しみであった。どこだ、ここは、彼は鈍く目を見張った。どこだか、それを知りたくなった。どこで、俺は死にかけているんだ。彼は、最後の勢力を目に集めた。が、魂の窓は開かなかった。魂はちょうどまつげのところまで出ていたのだ。卵に神経があるのだったら、彼は茹でられている卵だった。鍋の中で、ビチビチ跳ねつかれた土壌だった。白くなった目に何が見えるか。どこだ、ここは、何だって、コレラ病患者は、こんなことが知りたかったんだろう。私は、同じ乗組員の、同じスイフとしての、友達がいから、彼に、いや彼らに今、そのどこだったかを知らせなければならない、それは。だが、それがどこだったかは、もっと先になればわかるこった。彼は、間もなく、床格子の上で、生きながら腐ってしまった。裂かれたうなぎのように、彼の心臓は未だピクピクしていた。そう従っていた。彼の肺臓もそうだった。けれども、地上に資本主義の毒が回らぬく間もないように、彼の心臓も、コレラ菌のために、弱らされていた。数十万の人間が、恨みも、咎もないのに、戦場で殺し合っていたように、目に立たないように、工場や、農村や、船や、等々で、なし崩しに消されていく、一つの生贄で、彼もあった。一人前のスイフになりかけていた、スイフ犬ならは、もう夕飯の支度に取りかからねばならない時刻になった。で、彼はスイフ島と一緒にしていた、誇るべき仕事、から、見習いの仕事に変えるために、夕飯の準備をしに、スイフ室へ入った。ギラギラする光の中から、地下室の官房のような船室へ、いきなり飛び込んだ日は、習慣に信頼して、ずかずかとサラバコを取りに奥へ踏み込んだ。サラバコは、床格子の上に作られた棚の中にあった。彼は、ロープにシューつまずいた。畜生、でたらめにロープなんぞ放り出しやがって、彼は失言を一人で言いながら、ロープの上に乗っかった。ロープ、巻かれたロープは、どうもロープらしくなかった。なんだ、スイフ犬ならは、もう一度踏みつけてみた。彼は飛び降りた。ムクロを直角に曲げて、耳を打ったてて、彼は、ぐにゃぐにゃしたロープを、闇の中に求めた。ミナラは、腐ったロープのような、仲間を見た。寄せ合い、脅かしやがって。どうしたってんだい、ロープは腐っていた。おい、起きろよ。踏み殺されちゃうぜ。いくら暑いからって、そんなところへ潜り込むやつがあるもんかい。おい、と言いながら、彼は、ロープを呼ぶった。が、彼は豆かすのように動かなかった。ミナラは、病人の額に手を当てた。死人は、もう冷たくなりかけていた。ミナラは、いきなり駆け出した。俺が踏み殺したんじゃあるまいか。一度俺は踏みつけてみたぞ。両足でドンと。彼は、怖しい夢でも見てるような、不気味な気持ちに囚われながら、追っかけられながら、デッキの防寸のところへ駆けつけた。ダメだ。防寸。奴は死んでるぜ。
彼は監獄から出たての方面臭みたいに、青くなっていった。何だって、死んだ。ドイツが死んだ。冗談じゃないぜ。暴君。安田が死んでるんだぜ。死んだほど、俺も酔っ払ってみてや。放っとけ。それとも心配なら、頭から水でもうっかけとけ。暴君。暴君。そうかもしれねえが、ちょっと行ってみてやってくれよ。明らに死んでる。そしてもう臭くなってるんだぜ。バカ野郎。酔っ払ってヘド吐け。匂いに極まってら。2時間や3時間で、死んで臭くなや。酒は1日でできら。ふざけるない。アホだら今日やつ。暴君は、からかわれていると思って。で、つい繰り返し行き通り出してしまった。酔っ払ったって死ぬことがあるじゃないか。暴君、安田だって仲間だぜ。不人情なことを言うと承知しねえぞ。暴君、暴君と立てとけ。嫌に親方振りやがって。そんな防衛長だ。防衛長が言うぞ。しやろう。言ってみろったら言ってみろ。見習わ。六尺ぐらいの二王様のように怒った。ほんとかい、ほんとだとも、スイフたちは、暴君と共に、カンカン、ハマーを放り出したまま、表へ駆け込んだ。なんだ、あいつら、ブリッジを歩き回っていた、一運、一等運転手、は、クォーターマスターに言った。揃って帰っちまやがったじゃないか。クォーターマスターは、コムパスを力任せに蹴飛ばしながら、さあ、と、気のない返事をした。めちゃくちゃに手前等は儲けやがって、俺たちを絞りやがるから、いずれストライキだよ。吠えづらかくな、と彼は心の中で思った。おかしいじゃないか。おい、一運は、チャートルーム、海図室、にいる、アイバンのクォーターマスターを呼んだ。おい、アイバンのクォーターマスターが、タラップから顔を覗かすと、すぐに一運は怒鳴った。時間中に、表へ入ることは働きないって、表へ行って、暴君にそう言ってこい。はい、彼が降りかけると、よくせかけるように、一運は付け加えた。そして、奴らが何をしてるか見てこい。よく見てから言うんだぞ。お、彼は、もうサロンデッキを降りながら答えた。一運は、ブリッジをあちこち歩き始めた。ブリッジは、水か不湿といって、空気は雨のように粘ってはいなかった。船の速度たけけの風があった。そこでは空気がサラサラしていた。ことに、そこは視野が広くて、稀には線なども見ることができたし、島なども見えた。ふっくらとつぼみのように、海に浮いた島々が、南洋ではどんなに綺麗なことだろう。それは、ひどい搾取下にある島民たちで生活されているが、見たところは、パラダイスであった。セイラーたちはいつもその島々を恋人のように会心だ。だがその島も船が寄港しない島に限るのであった。船が着くとどんな島でも資本主義にその生命を枯らされていることが暴露されるからであった。灯台が一つより他ない島、そして灯台森以外には一人の人間もいない島、そんな島がいくつも浮かんでいた。そんな島は、あいびきの夜のように、水かふたちを詩人にした。今、第三金時丸は、その島々を眺めながらよろぼうていた。クォーターマスターは、表、へ入った。彼は、騒がしい、表、を想像していた。表、スイフ室の中は、しかし、静かであった。彼はしばらく闇に目を鳴らした後、
そこに広げられた絵を見た。チェーンロッカー、怒り室、の蓋の上には、安田が仰向きに寝ていた。2時間か4時間の間に、彼は茹でられた菜のように、しなびて、傘が減って、ぐにゃぐにゃになっていた。表は、船特有の周期の外に、もう一つ、安田、の匂いが混ざって、行き詰まらせていた。スイフタッフは、死体の周囲に黙って立っていた。そして時々、耳から耳へ、何か囁かれた。クォーターマスターは、ボーズンの耳へ口をつけた。死んだのかい、死んだらしい、どうしたんだい、やけに煽ったらしいんだ、ふーむ。で、水槽はいつかい、一運に一度聞いてみよう。酒が、悪かったんだね。うむ、どうもはっきりわからねえ。悪い病気じゃないといいが、明日、水槽する、ということに決まった。安田は、水夫たちの手によって、彼のベッドへ横たえられた。大豆カスのように青ざめていた。彼の死に顔は、安らかに見えた。そして、こう言ってるように見えた。もう、どんなものにも絞られはしない。これ以上搾取されることが嫌になった。というわけでもあるまいが、安田の死体が、未だ海の中へ滑り込まない。その夜、一人のセイラーと、一人のカフトが、また酔っ払った。第三金時丸は、沈没する時のように、恐怖に包まれた。これらだ、ということがわかったのだ。船長、一運の二人が、表へ来て、酔っ払って、缶を巻いてる、患者を見た。二人の士官が、友へ帰ると、ボーズンと何番とが呼ばれた。彼らは言った。船長は、王兵に収まり返っていられるはずの、船長室にはいなくて、サロンデッキにいた。ボーズンと何番とが、サロンデッキに現れるやいなや、彼は遠方から怒鳴った。ふわ、ピーク、表の空気室、船の岩場不能、のガッと開けろ。そして、死人と、病人と宇宙へ入れろ。これらだ、それから、病人の食事は、ガッとから放り込むことにするんだ。それから、表のものは、今日から共に来ることはならない。それから、少しでも吐いたり、下したりするものがあったら、みなほはピークへ入れるんだ。それから、それから、あ、それでよろしい。船長は、バイキンを殺すために、彼はそう考えた。こうかな、マニラで買い込んだばかりの葉巻を、尻から油の出るほど孵化しながら、命令した。ボーズンと、何番は引き取った。フォアピークは、水か不室の下の倉庫の、もう一つ下にあった。その中は、梁や、柱や、キールやでゴミゴミしていた。そこは、インドの靴の爪線のように、先が尖って、跳ね上っていた。空気はガットで締められていたため、数年前と差も違わないで溜まっていた。そして空き家の中の手線パスのように腐っていた。そこは、海に沈んでいる部分なので、ジメジメしていた。ことに、第三金時丸の場合では、海水が染みてきた。星の世界に住むよりも、そこは住むのに適していないように見えた。船虫が、気味悪く泣くのもそこであった。そこへは、縄ばしごをガットにかけて降りるより他に方法はなかった。15、6フィートの長さの縄ばしごでなければ、そこへは届かなかった。これから病人や死体が、そこへ入るにしても、空気は、楕円形の三尺に二尺ぐらいの、
ガットの穴から忍び込むより仕方がなかった。そんな小さな穴からは、丈夫な生きた人間が、一人、で、縄ばしごを伝って降りるより他に、方法はなかった。病人をいたか何かに乗せて降ろすということは不可能なことであった。病人を追って降りることもできなかった。しかし、首に綱をつけて吊り下ろすことはできた。ただ、そうすると、病人は、もっと早く死ぬことになるのだった。どうして降ろしたらいいだろう。謎のような話であった。けれども、これらは容赦をしなかった。水か不室から、倉庫へ降りる時は、追って降りるという方法で行われた。倉庫から、ピークへは、勝手に降りてもらう、より他に方法がなかった。15フィートを、第一番に、死体が、勝手に、飛び降りた。次に、カフが、哀れをこうような目で、そこら中を見回しながら、そして、最後の犯行を試みながら、勝手に飛び込んだ、南無阿弥陀仏、と、丈夫な誰かが言ったようだった。助け、と、落ちてゆく病人が言ったようだった。そんな気がした。スイフは未だしっかりしていた。俺は嫌だ、と彼は叫んだ。彼は、吐しゃしながら、転げ回りながら、顔中を物で熊取りながら叫んだ。俺は緩んだ、生きてる間たけけ、シャバに置いてくれ、彼は手を合わせて頼んだ。俺が、いつ、お前らにけこみまれるような、悪いことをしたんだ、と彼の目は訴えていた。下級会員たちは、何か、背中の方にいるように感じた。また、彼らは一様に、何かに請求に追いまくられてるように感じた。彼らは、純粋な哀れみと、純粋な憤りとの、混合酒に酔っ払った。俺たちも、士官がよ、彼らは頑固な靴や、下駄で、力いっぱい踏みつけた。が、踏みつけても、踏みつけても、誘引のように、それは込み上げてくるのだった。やめるスイフは、のた打ち回った。人間を塩で食うような彼らも、誇張して不気味がる処女のように、後しざりした。彼らは、倉庫から、水か不室へ登った。ピークは、病人の入るところじゃねえや、ピークにゃ、船長だけが住めるんだ。彼らは、足元から湧いてくる、泥のようなうめき声に苛まれた。そして、日一日と病人は増えた。多くもない労働者が、機関銃の前の決死隊のように死へ追いやられた。17人の労働者と、2人の士官と、2人のコックが、ピークに、勝手に、飛び込んだ。高級会員が6人と、スイフが2人と、カフが1人残った。第三金時丸は、痛風にかかってしまった。労働者のいない船が、バルコンを散歩するブルジョアのように、油ぎった海の上を商用し始めた。機関長が石炭を運び、それを燃やした。船長が、自ら舵を振り、自ら運転した。にもかかわらず、大然として第三金時丸は動かなかった。彼女は、勝手に、ぶらついた。日本では大騒ぎになった。もっとも、船会社と、船会社から頼まれた海軍だけだったが、やがて、彼女が、駆逐艦に発見された時、船の中には、これじゃ船が動く道理がない、と、船会社の社長が言った半馬鹿、半狂人の船長と、ミイラのような労働者と、多くの腐った屍とがあった。
1926、2、7。